KBC の、グルメ旅、ちょっとね、カツオがね、あの片手でカメラ持ってて、俺がケバブ食ってるから、まあちょっとブレるんですけど、よろしくみー。よろしくー、カツオです。よこよ。えよっかよ。ということで、まあ今日はね、あ、うまい。ケバブ。横浜の、ドンキホーテがあるね、お店にケバブがあるんだけど、そこのケバブがね、めちゃうまい。僕も食べたよ。うん、あれはどこの料理なんだっけ。あれはメキシコじゃないか、どこだっけ。あれはメキシコではないね。なんだっけ、どこだ。タコスは、あれ下行く、下降りる、下行きましょうか。これちょっと本話出すからあんま変なことは言うな、いつものベータみたいに。はい、もちろん。でも、あの人の金でスロットして負けるクズは全然もうたまに言っていいんで。あーもう上げちゃって。名前とかダメね、イニシャルとかも言っちゃう。あ、もちろん。ただ人の金を使ってね、売ってる人もいろんなところにいますからね。オープンアップ。オッケー、どこやと思う。うまいんだけど食べづらい。すごい、あのね、肉が多いんだよね。うまっ。やっぱベータにあげよう。いいよ、映っていいよ。やっぱベータにあげよう。何でも言って、何でも言っていいよ。ね、あの一部僕の友達だったかなっていう人がいるんですけど、まあ中学時代かもしれないしね。ね、中学時代にはバカがいたんですよ、本当に。中学時代からタバコ吸って先生にバレて退学させられたやつもいるんで。 TK 君かな、ね、で、あとは今スロット普通の金で売ってるのって誰だっけ。うん、イニシャル忘れちゃったよ。なんだっけ、教えてちょ。忘れちゃった。あ、思い出したよ。何ですか。 J! J! J だな。訳さないで言うと、やめろやめろ、バレちゃうだろ、そんなこと言ったら。そんなんにダメよ。ダメよ、ダメダメ。やべ、うめえ、古うまくて勃起してきた。いいよ、誰を見て勃起するんだ。白石誠、イエイ。俺も合ってる、本当に合ってる。上上がればいいんだもん。そのままモアーズ直行しましょう。ごめんね、お嬢ちゃん。なんか今クソガキが後ろ見てて、俺のこの箸のソースが当たっちゃったかもしれない。あの、性病になったらごめんねって。どこから性病になるのかな。エイズ。ダメ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 、死んじゃう死んじゃう。はい、入り口こちらだよ。 OK? どっち。今のトイレだったのに、女子トイレ今入り口カモーンだったのに。カモーン男子たちって。いいね、この辺がこう、いとこいっぱいありますよ。前だよ。あ、でも濃いね。お、上上がっちゃえばいいんだよ。ちょっとメインに入るよね。あのさ、もうさ、J と二度と関わりたくないんだけど、どういうこと。いや、クラブ時代は友達かもしれないからね。ねえ、J はもう二度と関わりたくない、会いたくもない、話したくもない。なんか金があるからみたいな、クズだぞ。自分金ないのに遊びに来る、キモいこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。そう、いいんだ、こっちや。もうね、人の金を使って打っちゃいけないっていうことがすぐ分かるんですよ。うん、じゃあ、まあな、大丈夫。J 君のことを言ったらどうなんだろうね。J 逮捕。J 逮捕。年齢的には逮捕できるよ。できるよ。ちょっと風が強いんでね、帽子吹っ飛びそうですよ。パカパカ浮いちゃってるね。はい、カツオ変身。あ、今仮面ライダー。やっぱマイチンがないないとな、動画が撮れないんだよ。進まないんだよ。マイチン。マイチン違くねえ、名前レイターズ、マーチンに、マーチンにね。ってことは俺は
メサンヤディズ。ごめんね、古いね。まだいける。あ、これダマさん。ダマ？ダマさん。ダマです。ダマです。ダマ人気落ちました。おっかんす。個人の意見かもしれませんけど、多分落ちました。ダーマになんかめちゃくちゃいます。今の坊やだとそう。何が書いてるか。続いてベータ主催の人に移ります。おっぱい。今の。おっぱいロリンチョ。おっぱいペロリンチョ。ヌーディストビーチ行きたい。俺あのショートカットの女の子とやりたいの。赤髪金髪の女の子とやりたい。あれもういいよな。いいね。もちろんいいでしょう。ほら見てよ、この辺なんか居酒屋通りばっかだよ。多いですね。今から飲んでる人たち多すぎ。小川さん今日居酒屋とかなんか。居酒屋今日いいですよ。うち3万円のところ4000円で飲めるんですよ。いい、ちょっと1回高くないですか。気のせいです。なんすか 70% とか。明日ちょっとゴミを捨てたいんだが。いってらっしゃいませ。行くぞ。ということなので今カツオが騙一人です。さあ主催者登場。やだな、でもなんかな、合わす顔がないもん。合わすか。香水草。香水臭いやつってどうしたこいつ。はい、どうも皆さんこんにちは。香水臭い女みんなやりま。どうも小林です。はい、今ちょっと本当に気持ち悪い。やばい。あの特に食った後なんで多分そういう影響がありまくり。やばい。あ、ちょっと本当にやばいかも。さすがにね。やばい。あの例えるなら、AV の撮影が終わった後にすっげーこう。やべえ、飯食っちゃったなみたいな感じ。あー、ウトじゃんそれ。どうも、AV 男優です。シュイン。熱い。僕カメラマンで出ます今度。あれなんか、あれ、うん、マーチンにがなんか今度撮影するって言うんすよ。あ、言ってましたね。地元の中学校の女の子誘って。あ、よかった。ヒーロー協会に怒られちゃうから僕たち。あ、そっか。ダメだよ。やば、本当になんか気持ち悪いんだけど、ちょっとオロナミン C 飲んでいい？お前らめったにねえぞ、俺がジュースを買うなんてことは。安くないでも。安くてこう、きっそうだぜ。でもやっぱちょっと気持ち悪いから。ここは、ドルルル。いい、そういう音いらないか、本当に。一つ説みたいなのがあるんですけど、なんかメガネかけてる人ってやります説があるんですけど、それって本当ですかね。マジで。マジなんすか。ってことは周りメガネかけてる人いっぱいいるんで、ちょっとその消すを検証しようじゃないか。やってみよう。この辺で待ってね、ちょっと俺ら気まずいじゃん。あのいろんな意味でね、まあ名前とか言えないけど。どうせ中入んねえじゃん。わ、腐った卵の匂いがする。くせえくせえくせえ。うわ、今僕の今目線入ったんですけど、おかっぱ頭がいましたよ。そう、カッパ。綺麗にここに丸皿があって。それカッパじゃん。カッパじゃねえ。カッパだよそれ。まあ待ってんか。ここでちょっとここでだけやめろやめろ。いけろ。バイ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 。